最寄りの地球型太陽系外惑星の一覧は太陽系から最大50光年までの距離にある地球型系外惑星を距離順に並べたものである。これらの惑星は主に計算しろ岩や金属から構成されていると推測される。太陽系では地球型惑星は太陽に近い内側の惑星である。この一覧は不完全である。現在33の系外惑星が含まれており、 そのうち11星は母星となる恒星のハビタブルゾーン内に位置していると推測される。太陽系から50光年の距離までにおよそ2000の星がある。4000系より低温の星の約15%が地球サイズの大きさでハビタブルゾーン内の惑星を持つと推測される。2013年11月4日、ケプラの観測データに基づいたところ、天のギ銀河内に 太陽のような星と赤色外星のハビタブルゾーン内を公転している地球サイズの惑星が400億個ある可能性が報告されている。これらの推定された惑星のうち110億個は太陽のような星を公転しているかもしれない。このような惑星の中で最も近いものは12光年の距離の可能性がある。2016年8月24日、太陽系から最も近い星である。 プロキシマ・ケンタウリのハビタブルゾーンで岩石からなる惑星が発見されたことが発表された。プロキシマ・ケンタウリ B と呼ばれる、この惑星は質量は地球の1.3倍であり、公転周期は11.2地球 B である。しかしながら、プロキシマ・ケンタウリの赤色矮星としての分類、低いステラーフラックス、自転と公転の同期の高い可能性、小さいハビタブルゾーン、 大きい恒星の変動。これらにより、軌道上の境外惑星のハビタビリティは疑問視されている。もう一つの有力候補は4.37光年、離れた地球に最も近い太陽のような星系である、ケンタウルスザアルファ星である。ケンタウルスザアルファ星 A や B の周りに居住可能な惑星を見つけられる可能性は約85%と推定されている。 ケンタウルス・ザ・アルファー星は、ブレークスルースターショットやミッションセ0アなどいくつかの、境外惑星発見ミッションのターゲットになっており、後者は2016年のドキュメンタリー映画ザ、サーチ・フォー・アス・プロクシマに記録されている。10、表のほとんどの惑星の蘇生についての、科学的コンセンサスはない。メインソースの情報源は、蘇生の可能性を裏付ける。2012年9月、 グリーズ163の周りを周回する二つの惑星を発見したことが発表された。その惑星の一つであるグリーズ 163C は地球の質量の約6.9倍でやや厚くハビタブルゾーン内にあると考えられていたがおそらく地球型惑星ではない。2016年5月、極低音の Y 星トラピスとマイナス1の三つの 地球のような惑星の発見が発表された。中、ほとんどの場合、境外惑星の大気組成と大気圧は不明なため、表面温度はコンピュータモデルと専門家の意見に基づいて推定される。ありがとうございます。